してたの？あ、ベイン君、おはよう。ほら、最近噂の正義の味方の話を。正義の味方？知らないの？遅れてる。近頃、学園の不良生徒が人知れず懲らしめられる事件が多発してるんです。学園中がこの噂で持ちきりだな。なんだ、全然知らなかったな。ただね、この噂を広めてるのがね。どうもグンダル先輩らしいんです。それもすごい勢いで、誰彼構わず。でもなんでそんなことを。さあ、先輩が来たら聞いてみればいいんじゃない。噂をすれば。おほほ、全員揃っているな。感心感心。グンナル先輩、あの噂の。ニテ先輩、何をじゃれ合っている。まあいい、俺様は用があるので今日は顔を出しただけだ。サボらずに勉強に励めよう。はーい。危ない危ない。ニケちゃん、フィロちゃん、青い顔してるわよ。え？あ、ごめんごめん。ひどいよ、いきなり何するの。まあまあ聞いてよ、さっきの噂の件だけどさ。だからそれを聞こうと思ったのに。ちっちっち、うちは感づいてしまったのよ。きっと正義の味方の正体はグンちゃんなのよ。え？確かに状況的にはありうる話だが。そうなの？自分自身で噂を広める、グンナル先輩ならやりそうですね。でしょ？そこだよ。どうせ聞いても素直に答えてくれないだろうから、ここは証拠をつかんでやりましょう。証拠って、別に悪いことしてるわけじゃ。それにどうやって証拠を。後をつけて現場を抑えるの。ほら、今も用があるって言ってたし。面白そうね。興味あるわ。興味というより、これ以上先輩が悪事を重ねないかが心配ですからね。いや、正義の味方でしょ、別に悪いことじゃ。決まりね。それじゃ早速出発。見失っちゃったわね。やはりやみくもに探すのは無理がありましたね。ここって、ここは昨日噂の主が現れたところだな。よし、ちょっと情報収集をしてみよう。そこまでしなくても。何よ、ノリが悪い。グンちゃんが心配じゃないの。もしかしたらとんでもない危険に首を突っ込んでるかもしれないのよ。いや、それはさすがにないかと。はい、
いなら決定。レインも話を聞いてくる。仕方ないな。を総合すると間違いなさそうだよね。やっぱり、あとは現場を抑えるだけなんだけど。うわー、悲鳴。のぶとい悲鳴だったけど、もしかして出た。行くわよ。半端じゃねえぜ。これに懲りたら二度と悪事に身を染めぬことだ。人の気配。逃げられた。追いかけましょう。なんか目的が入れ替わってるような。すまねえな、ジョーちゃんたち。その程度で俺様の正体を突き止めようなど100万年早いわ。待ちなさい、ミケ先輩とロクシス先輩の仇。2人ともまだ生きてるけど、ごめんね。ちょっと先にここから出して。しまった。アンナ、しっかりして。もうね、ここアンナ。みじくみじく。くそ、待て。やはり最後まで残ったのは貴様か、ウェインよ。
どういうつもりなんですか、グンナル先輩。正体もお見通しというわけか。当たり前です。なんでこんなことを。なんでと問われてもな。俺様は悪を成敗していただけだ。追ってきたのはお前たちの勝手、自業自得ではないか。グンナル先輩が正論を。でも正体を隠して不良退治なんて。これが俺様の本来の目的だとしたら。え？俺様の真の目的はこの学園で錬金術を身につけ、謎の正義の味方に。いやさ、謎の正義の錬金術師となることだったのだ。幼い頃より思っていた。なぜこの世には正義の味方がいないのかと。どうしてもいないなら俺様がなるしかあるまい。よくわかりました。止めませんので頑張ってください。待て。な、俺様が何の意味もなく正体を明かすと思ったか。まさか。正義の味方の正体を知った以上、貴様の取る道は二つに一つ。ここで抹殺されるか、あるいは味方になるかだ。最初からそれが目的で。正義の味方の王道といえばやはり二人組。無論俺様が一号で貴様は二号だ。まだ誰もやるとは言ってないんですけど。ほう、二度と日の光を浴びたくないと見えるな。よろしく頼むぞ相棒。はめられた。じゃーん、完成したよ。はい、材料取ってきたわよ。見ろ、上々の出来だろ。